しらーっとつなぎました。充電しながら録画しておると、大して充電されてなくて電池半分ぐらいしかないんですけど、今充電しながら録画すると負荷がかかりすぎてですね、暑くなって温度上昇のため録画勝手に打ち切れられたんで、また撮り直しました。はい、大してロスってません。まずここ第二京阪の大阪方面、門真方面行き、国山南入り口です。第二京阪南行き、大阪方面行き、国山南入り口です。片側3車線の道路、制限速度80キロです。はい、間もなくですね、間もなく、八幡東出口です。第二京阪、南行き、大阪方面行き、八幡東出口でした。八幡ではなくて八幡です。ちょっと言いにくいんですけど、神々人間殺しみたいな感じで言いにくいんですが、八幡出口を過ぎますと、まっすぐ行けば第二京阪、素直に走ればね、第二京阪なんですが、これ奈良方面に取ることができます。京奈和道という道路、常陽の方抜けて奈良の方まで行くんかな。奈良の終点木津ですね。京奈和道って言うてる割に和歌山まで行かないんですよ。木津で一旦降ろされます。国道24号バイパス、バイパスっていうか、国道24号線で行くかね。はい、八幡京田辺ジャンクションで京奈和道に分岐することができます。八幡京田辺ジャンクション、これ左に分岐出て行かれますと、京奈和道方面、常陽を経て、奈良の方に向かって走ります。奈良は、京奈和道は和歌山の方までつながっているわけではなくて、一旦木津というあたりで、あれ京都府ちゃうかな、奈良って言ってるけど、木津というところで国道24号線バイパスのような道路に降ろされます。左に曲がると山城の方、京都山城の方に行きます。右に曲がると、奈良、郡山かな、まもなく料金所です。奈良県郡山市の方へ向かって走ることができます。そのまままっすぐ行くと天理、郡山や天理の方に向かっていきます。郡山からまたバイパスというか、京奈和道が復活するかな、無料区間やったと思いますが、この奈良県橿原市、橿原やったか忘れましたが、そちらの方までまた行きます。で、そちらの方でまた降ろされて、また一般道24号線走らないといけない。何回も降ろされるんですけどね。はい、すいません。京田辺の本線料金所でした。本線料金所の一番左から合流するのが、京奈和道から来られた車が合流してまいります。そして本線料金所を越えますと、この左手に見えておって、この上ですね、このちょうど真上が、京田辺パーキングエリアです。レストランとかないんですけど、さっき見た感じでパンと、冷凍食品、日冷かなんかの自動販売機、カップラーメンの販売機まではなかったですね。冷凍食品とパンの自動販売機がありました。この先合流があります。
注意してください。大型トラックも乗用車もまあまあ台数止めれますんで、結構利用される方多いです。京田辺パーキングの出口から合流してくるのが今の速度でした。第二京阪、南向き大阪方面行き、京田辺の本線料金所を超えまして、京田辺パーキングを超えまして、トンネルを送ります。平方東の出口が間もなくやってまいります。出口は左側、片側3車線の広い道路、制限速度80キロとなってます。今現在、甘いわ、さっき出口を言おう、まず枚方東の出口ですね。枚方東の出口、これ反対側でいうところの学研、枚方学研になるのかな。だから大阪府道17号ですとか国道の307号線その辺に、ね、出ますね。この第二京阪と並行して、下道として並行して一緒に走ってる道路が新しい国道1号線1号バイパスのような新しい国道1号線です。もともとの国道1号線と区別してください。これは後付けでわざわざ1号線に名前せんでもよかったやろうけども、あえて1号線と付けられた道路です。枚方東の出口を越えますと平方学研、今度平方学研の大阪方面行きの入り口ですね。大阪方面行き平方学研入り口です。第二京阪大阪方面行き門真ジャンクション向き、片側3車線制限速度80キロ、平方学研の入り口越えました。2019年12月1日日曜日朝の9時9分です。まあ道路通行の所要時間を参考にされたい方はこの時刻の読み上げもちょっと気にされてください。10分単位とか5分単位とかでナレーションしたらいいやろうけど、中途半端に言うてごめんなさい。はい、9時10分なりました。今京田辺本線料金所から5分ぐらいで来てるかな、多分5分もかかってないか。はい、大阪方面行き第二京阪大阪方面行き片の北出口です。片の北出口、別料金と書いてますね。自腹で走るってなると結構金かかるんですよ。金額高いんですよね。この阪神高速8号京都線も第二京阪も結構いいお値段するんですよ。なのであんまり人気がないから空いてるような気もします。事故とかない限りね、渋滞 しないですわ。ちょっと工事されたぐらいでは渋滞しません。ただ3車線あって1車線でも事故してるとなると脇見渋滞とかがあってね、極端に渋滞するっていうことはあります。
2車線通れたとしても脇見渋滞で極端に渋滞します。そんな時でもない限り何曜日走っても平日の日中走ってもそう混むことないですね、今のところっていうか、私の知る限り。まあ渋滞があるとすれば事故があった時ぐらい、工事ぐらいではなかなか渋滞はしません。言わないかんかったかな。この防音壁隔てて左側見えないかとは思うんですが、ちょうど左側に制限速度 60キロやったかな、下道として新しい国道1号線バイパスみたいな形であります。第2京阪とか値段だいぶ高いんで、まあ、お金持ちからしたら安いんですけど、一般的な感覚からしますと結構な値段取られるので、嫌な方は渋滞覚悟で国道1号線、古い国道1号線ですとか、この第二京阪と一緒に走っている新しい国道1号バイパスみたいな道路を走られるとよろしいかと思います。はい、片の北出口を越えてだいぶ来ました。片の北には入り口はございません、ご注意ください。まもなく片の南入り口があるかと思います。あと1キロぐらいで入り口あるんちゃうかな、多分。あれが片の南入り口です。片の南では出られないんで、片の北の方で出てくださいね。片の表示のある方は片の南はこうして入り口だけです。かなり乗ってくるな。こうやってレンチャーで乗ってこられたらちょっとどうしようもないな。右側からも出てきたので逃げられないし、過ごしました。片の南入り口です。結構ダイス持ってきましたね。5、6台乗ってきたかな今。後ろにもまだいるんでね。片の南の入り口を越えますと寝屋川北出口です。寝屋川南は出口ございませんので、寝屋川にご用の方は寝屋川北で降りてください。で、近畿道方面、大阪方面行き、門真ジャンクション向き、第二京阪門真ジャンクション向きです。大阪方面行き、宮川北出口、片側3車線の広い道路、制限速度80キロです。第二京阪大阪方面行き、近畿道門真ジャンクション向き、宮川北出口越えました。壁を隔てて左手に見えておりますのが一般道、一般道路、第二京阪と京都からずっと、もう門真の方までずっと一緒に走ってます。これがもともとあった国道1号線、古い国道1号線ではなく新しくできた国道1号線、紛らわしいですよね。違う番号でつけたらいいのに、なんでわざわざ1号線にしたのかちょっとわからないんですけれども、左手に見えてました側道のように1車線しか見えてなかったあの道路が、国道1号線というふうに表記されております。
阪方面門真ジャンクション行き、近畿道に接続してまいります。片側3車線広い道路、制限速度80キロ。現在寝屋川南の手前ですね。寝屋川南の手前、令和元年2019年12月1日日曜日9時16分です。9時17分になりました。時間読みされてる方、京都 の、 あの京田辺本線料金所から、あそこが9時5分ぐらいやったので、まあ、9時17分、12分ぐらいで片野を越えて寝屋川まで来てるのかなという感じです。はい、今ちょうど真下が、国道170号線、170号線はあの大阪の外環状線、国道175線大阪外環状線の上を過ぎました。170号線は四条縄手とか抜けてね、あの八尾とかあっちの方、大東市抜けて八尾の方に行ったりとか、そんな感じになります。まあ、東大阪も行くとこから東大阪を抜けてね、はい、大阪の、外環状線国道170号線を越えますと、寝屋川南の入り口がございます。出口はありません。外環状線の方から来られる方、寝屋川南からこう持ってくると思います。これが入り口です。寝屋川南入り口、門真ジャンクション向き、近畿道向きです。時刻のみ9時18分です。京田辺の本線料金所、京田辺パーキングのあたりから、まあ、15分ほどですね。80キロの道路を73キロオートクルーズで、このペースで15分かからないくらいですね。看板見えてまいりました。まもなく門真ジャンクション 2.7 キロ先ですね。第二京阪最後の出口、第二京阪門真出口、最後の出口になります。そこを降りないと、このまままっすぐ行きますと近畿道の料金が発生しますのでご注意ください。門真ジャンクションのこの辺りもあの下道大変混みますので、渋滞しますので、まあ門真出口も混みます。門真出口降りられて、まあ右に行ったら吹田方面、左に行ったら松原方面くらいの感じで思ってください。中央環状線に出られます。中央環状線はあの近畿道とあの並行して、近畿道と一緒に走ってますので、大阪環状線、中央環状線、大阪環状というのは中央環状線、大阪府道2号線ですね、近畿道と一緒に走ってます。近畿道の料金をあのちょっと節約したい方は、あの中央環状線、大阪府道2号線下に走られると、その先、分岐を左方向です。はい、門真ジャンクションの1キロ手前まで来ました。第二京阪門真の出口、こちらがあの第二京阪の終点の出口となります。第二京阪門真出口、大阪府道2号線、あと国道479号というのはまっすぐ行って、その先、分岐を左方向です。まっすぐ行くと、そうですね、まあ、479は内環の番号やったかな、内環状やったと思いますけどね。なんで閉鎖するね。
ETC おかしいやつ乗んのか。ここ閉鎖されるとね危ないんですよね、吹田方面行くやつと立ち合うので、ね、トラブルやったらしゃあないですね。はい、料金所越えられますと 右手が近畿道吹田方面行き北行きです。左手この2車線分が、近畿道和歌山方面行き松原方面行きです。もちろん別料金です。ここから近畿道に入ります。現在時刻のみ言います。9時22分です。大変空いておりました。第二京阪の、京田辺の本線料金所からあそこが9時5分としますと、今 の、 あの第二京阪終点の近畿道の門間の入り口、こちらまで9時22分に到着しておりますので、約17分、まあ20分かかってないですね。この先合流があります。渋滞が1回もなかったら20分ぐらいで、京田辺本線料金所京田辺パーキングから20分で来るっていうことですね。はい、9時23分、近畿道松原方面行き、東大阪北入り口ですね。今東大阪北って入り口あるんやな。松原行き、東大阪北出口です。東大阪北出口、近畿道片側3車線神々やな、やり直し。近畿道片側3車線制限速度80キロの道路です、こちら方面は近畿道の松原方面和歌山の方向いて走ってます。東大阪北の、出口を越えて東大阪パーキングエリアです。トレーラーの利用はできないのでご注意ください。東大阪パーキングエリア、この先合流があります。注意してください。その先東大阪パーキングエリアの出口合流してまいります。左手です。東大阪パーキングエリア出口から合流してまいりました。これ過ぎますとすぐに、また左側にね、あの東大阪ジャンクションがあります。真正面に見えてきました。東大阪ジャンクションです。これ一番左出られますと阪神高速13号東大阪線、右手行きますと大阪市内向き、左手行きますと奈良方面行きとなってます。東大阪ジャンクションは阪神高速13号東大阪線に接続します。東大阪ジャンクションですね。まもなく通過します。はい、この東大阪ジャンクションのこの左手に見えておりますこの料金所、こちらは、阪神高速13号東大阪線から分岐してきた車が合流してくる。これ一般道からの合流ではございません。今のジャンクションからの、阪神高速13号東大阪線からの合流車になります。この先一般道からの入り口は東大阪南入り口がございます。まだちょっと先なんですけどね。
大阪府道2号線中央環状線から下道走はい、たびたびすいません、温度上昇で何回も切れております。松原まで10分か。東大阪ジャンクションを越えました。近畿道松原方面、和歌山方面行き、東大阪ジャンクションを越えまして東大阪南の入り口の手前になります。すいません、動画何回もピツピツ切れております。もうせっかくなんで、あれですね、切れておりますじゃねえ、ここから新しい動画にしようか。皆様おはようございます。キース・ジャガーです。令和元年2019年12月1日日曜日朝の9時27分です。おはようございます。方面行き、東大阪南入り口です。東大阪南入り口です。改めましておはようございます。キース・ジャガーです。令和元年2019年12月1日日曜日朝の、9時28分です。携帯電話でカメラで、まあ、携帯電話のカメラで撮影しておるんですが、温度上昇でたびたび途切れまして、すいません。ちょっとクーラー入れるか。クーラーでちょっと冷やすしかねえな、これ。はい、東大阪南の入り口越えますと和歌山、たび途切れますな。諦めようかな、もう。シャープの携帯電話ダメやな、本当に。まだ買うてから2ヶ月経ってないよ。なんでこんな、ちょっと撮影しただけですぐ熱くなって停止しますよ。はい、近畿道松原方面、和歌山方面向き、八尾の出口です。平日の日中は大変混み合いますが、日曜日の朝なのでガラガラです。改めましておはようございます。キース・ジャガーです。令和元年2019年12月1日日曜日朝9時30分です。小刻みに温度上昇熱のために携帯電話が熱くなって録画中止されております。ちょっとこの辺をね、編集して引っ付けてアップロードするかどうかちょっと考えます。出来が悪いなという気がしますが、久しぶりにこの夜勤、夜走ってるよっていうんじゃなくて昼間走って明るい動画を撮れておるので、これはこれでアップロードしたいなと思うので、ちょっと編集して引っ付けるとは思いますが、あんまり出来が悪そうやったらちょっとやめとこうかな。はじめね、充電しておったんですよ。充電しながら録画しておったんですが、ちょっと充電と録画と同時にやると負荷がかかって携帯電話がもうすごく熱を持ってしまうんで、それで強制遮断みたいな、シャットアウトみたいなんでカメラ切られるんですよ。もう充電をやめてだいぶ長いこと経つんですけれども、携帯電話が熱くなりっぱなしっていうことでね、カメラの温度が下がらないからまたいつ途切れるか分かりません。冷まさないとちょっとプチプチ遮断される感じになります。ちょっとややこしいところで、なおかつ渋滞が発生しまくる場所、東大阪ジャンクションから八尾までの区間、松原ジャンクション抜けるまで、近畿道のこの和歌山方面、松原方面行きというのは結構渋滞のスポットがたくさんございまして、喋ることいっぱいあるんですよ、お伝えしたいことがね。ちょっとそれが中途半端になっておることが非常に残念なんですが、
とりあえず今のところ大丈夫なんでこのまま行きましょうか。外気温ね10度ぐらいだと思います。まだ最低気温4度か5度でしたね。すごく寒いんですよ。防寒着がいるぐらいすごく寒い日なんですが、ちょっと今カメラ冷ますためにクーラー全開で走っております。私が寒いです。はい、間もなく松原ジャンクション2キロ手前まで来ました。現在の時刻9時32分です。片側3車線の道路、制限速度80キロです。近畿道松原方面、和歌山方面行き、南向き、八尾の出口を越えました。間もなくあと 1.5 キロぐらいですかね、松原ジャンクションなんですが、松原ジャンクションの手前左から合流がございます。この合流は長吉長原の入り口になります。長吉長原入り口です。おそらく大阪市平野区かな、ちゃうかな、松原市になるのかな、もう平野やと思うけど、まあちょっといい加減な情報なんでやめておきます。はい、この合流が長吉長原の入り口からの合流になります。はい、松原ジャンクション、こちらが松原ジャンクション、一番右車線と真ん中車線、この2車線、私が走っているこの車線までが、阪和道にこの先接続します。で、一番左車線へ行きますと、阪神高速14号松原線、そして西名阪道で、名阪国道名古屋方面、そちらの方に行きます。左車線ご覧ください。一番左が阪神高速14号松原線大阪市内向きですね。2番目の車線、いっぱいトラックとかが今登っていったあの車線が、西名阪道、西名阪道天理まで行きますと、終点になりまして名阪国道という国道25号線入ります。そこから亀山のあたりまで国道25号線無料区間ずっと続きまして、まあ、亀山のあたりから1号線ですとか国道の23号線で、まあ、名古屋方面に行けるのかなと。まあ、そのあたりまだ三重県やったと思いますけどね、亀山のあたり。はい、近畿道松原終点、松原まもなく近畿道松原出口です。終点の出口です。カメラ冷やすのええけど私が寒い。はい、近畿道和歌山方面終点松原出口です。はい、松原出口過ぎました。ここから阪和道和歌山方面行きです。阪和道南行き、和歌山方面行き、片側3車線、引き続き80キロの道路です。全開にしたからちょっとカメラ調子良くなってきたかな、途切れへんな、もう寒いわ、私が調子悪なるわこれ、寒い。右からすごいバイクのツーリングが抜いてきますね。この人たちはね、キープレフトっていうことしないんでね、追い越し車線も何にも関係なくずっと右走るんであれなんですけどもね。マナー悪いな。およそ2キロ先、分岐を右方向です。
ハーレーダビッドソンの伏見 の、 あのお店があるんですけども、あそこのスイングクラブかな、スイングチームかな、伏見のハーレーダビッドソンはツーリング、多分キャンピングカーみたいなんとバイクももっと台数多いやろうし、もっと隊列でかいと思うんやけど、なんやろな、違うかもしれん。ああ、いらんこと言ってる間に過ぎてしまったな。三原北出口です、ごめんなさい。阪和道まず一発目の出口、初めての出口、阪和道初めての出口、三原北出口です。和歌山方面行き、三原出口越えてすぐです。こちら三原ジャンクション、三原ジャンクションから南阪和道へ分岐できます。一番左車線、南阪和道、南阪和道は、羽曳野などを抜けまして、山かなりきつい山道登っていってトンネル抜けていきますと、奈良県の葛城とかあの辺抜けてですね、何やろう、何バイパス、大和高田バイパスかな、大和高田、あの辺りに行くんじゃないでしょうか。南阪和の道路、今左から合流してきたのが南阪和の方から合流してくる分です。ハーレーの話をしていたわ、ジャンクションで言わないかんこと全然言わんかったね、ごめんなさい、ぼーっとしてました。寒いわ、撮影するためのカメラ、冷やすためのクーラーが寒いわ、もうやんばる、縛れるみたいなね、そんな感じですね。阪和道和歌山方面行き、南行き、和歌山方面行き走っております。片側三車線の道路、80キロ制限速度です。現在三原ジャンクションを越えて三原南の入り口、この左側の、合流が三原南、一般道の三原南からの入り口になります。三原南入り口からの合流です。はい、制限速度80キロ、阪和道和歌山方面行き、中途半端やな、令和元年、2019年12月1日日曜日朝9時40分に今なりました。9時40分0秒でした。おはようございます、おはようございますが、すでにカミカミですけども、ミスジャガーです。阪和道和歌山方面行き、三原南の入り口を越えました。この後の予定としまして、阪和道走りません。堺ジャンクションから、堺仙北有料道路という方を走りまして、泉大津の、助松ジャンクション、助松ジャンクションの方へ行きます。そちらから阪神高速4号湾岸線入ります。阪神高速4号湾岸線入りまして、堺市の出口なのかな、この辺りまで動画撮影させていただきたいと思います。はい、堺ジャンクションまで4キロ、堺ジャンクションを越えたら、阪和道堺の出口が5キロ、ジャンクションを越えて1キロ先くらいにあるかと思われます。バイクのツーリングクラブ多いな、まあ、大型バイクが左を走るっていうことはないね、走行車線走るっていうことがなくて追い越し車線やね、この人たち、まあ、いいでしょう。遅いな、80キロの道路なんですが、目の前冷凍車が60キロぐらいで走っております。めちゃくちゃ迷惑やな、もう PT あれへんで動かれへんし、いっぱい来るから遅いな。ローソンかお前、遅いわ。抜きに行ったら抜きに行ったで、今度アクセル踏む、こいつ抜かれへんやないか、今度
こうやってね追いつかれてね、あの追い越し妨害するのは交通違反ですよ。追いつかれたら、あの速やかに追い越しさせてあげてください。追い越しに来た車を妨害したら、あの交通違反です。煽り運転ばっかり言われてるんですが、ね、あの煽り運転が厳罰化であったり世間で話題になっておるので、そっちばっかりにあの気を取られておるんですが、あの追いつかれた車が、あの、まあ、この道路で説明しますと80キロの道路、この80キロの道路を60キロで走ってて、いくらなんでも20キロダウンで走ってて遅いよと、70キロで走ってる車に追いつかれました、70キロで走ってる車が60キロで走ってる車追い越しかけました、その追い越しかけた時に80キロまで加速されたら抜けないですよね。もうだからそういうことをするんじゃなくて、追いつかれてしまって追い越しかけられ始めたんであれば、あの追い越しが終わるまではあの加速しないようにお願いいたします。そこで加速してね、90キロとか100キロとか意地悪で上げて抜かせまいみたいな、そういう車も多々おるんですが、いやもうぼーっと走ってて追いつかれたんやったら道譲りましょうよ、ね、あのそれを追い越し妨害してね、あの加速してね、あの追い越し妨害しますとそれ交通違反なんで、ちょっと何点か分からんけども、こうやって動画撮影してるこういう状況であればもう、ね、普通それで警察が切符切るっていうことはないんですけども、こうやって証拠が残ってしまって提出されてしまうと、あの問われるかとは思いますよ。煽り運転とかはね、かなりもう目くじら立てて世間があの見守っておることなので、切符切られがちなんですけども、この追い越し妨害に関して違反だということを知らない方も大勢おりますし、まあ日常的に日常茶飯事で広げられておることなんですけどね。はい、いらんこと言いました。堺ジャンクションです。こちらが阪和道、和歌山方面行き堺ジャンクション、堺ジャンクション越えますと阪和道和歌山方面行きは3車線が2車線に なります。片側2車線になります。はい、私は、阪和道堺ジャンクションから左へ取りまして、仙北有料道路の方へ入ります。堺仙北有料道路、平井本線料金所、平井本線料金所ですね。この道路有料道路なんですが、制限速度60キロなんで、スピード出しすぎないようにご注意ください。制限速度60キロの道路です。かなり覆面パトカーも、あの普通のパトカーもおります。あんまり白バイ見たことない。白バイおらへんのちゃうかな。まあまあ、ええかげんなこと言うたら怒られるんであれですけども、覆面パトカーとかしょっちゅうおりますので、おったかな、普通のパトカーばっかりやったかな、ごめんなさいね、あの捕まったことないんで、あの自分が捕まってないんで適当なこと言ってますけども、60キロの道路ですから、あの80キロのまんまで行かれますと、あの切符切られますよ。 20キロオーバーは結構痛いんちゃうかな、違反金も痛いし点数も痛いんちゃうかな、20キロオーバーで切られると。ご注意ください。あー寒っ。まあ、クーラーを18度に設定して、あのその最大の風量でカメラの方に向けて当てておるんですが、めちゃくちゃ寒いんですよね、カメラ冷やすためにやってるとはいえ。まもなく斜め右方向です。はい、堺仙北有料道路一発目の出口です。の道路、現在の時刻9時47分です。
令和元年2019年12月1日日曜日9時47分です。日曜日の朝9時47分こういった時間帯ですので、まあ今たまたまトラックいましたけど、仕事の、まあ、トラックなどの車が極端に少ないのと、お出かけの車もね、もうあの朝早く出かけてる方はもう朝の6時7時に通り抜けておられるし、お店開く時間に合わせてる方とか、まあ、どっかから帰ってきた車っていうのはまた通る時間ではないので、まだ比較的ガラガラですね。今の時間帯かなり空いております。堺仙北有料道路1つ目の出口越えまして、この2つ目の出口、国道26号線の方に降りていく出口ですね。これはご注意ください。分離帯で仕切られております。分離帯で仕切られておりまして、臨海線、大阪府道29号、臨海線泉大津の方ですね、助松のあたり、あっちの方に行かれる方、阪神高速4号湾岸線乗られる方、車線変更してください。この本線と書いてる方です。こちらに行かないと中央分離帯仕切られておりますので、左の方から、助松の方に行けません。ただまあ、この国道26号線へ出るこの出口と書いてる方、左車線、これ国道26号に出てもそのまままたまっすぐ行ってまたすぐ入り口がありますので、間違えて降りてしまった方はそこからまた乗り直すこともできます。ちょっとややこしいんでやめときます。左側、これが国道26号へ出る出口、そしてこの右側が、大阪府道、あ、ひとめパトカー B 系5607泉ナンバー、はい、制限速度60キロの道路、海の方向かって走ってます。堺仙北有料道路、海の方に向かって走っております。今出口2つ越えました。2つ目の出口が国道26号線の出口で、あの出口に関しては分離帯があります。まっすぐ海の方、臨海線の方、阪神高速4号湾岸線の方に出たい方は右車線への車線変更を忘れないでくださいねということをお伝えしました。そして国道26号線間違えて降りられた方も、この一般道からのこの左車線合流があります。左車線、国道26号線の方から合流してくる、はい、ここが入り口でした。およそ1キロ先、これを越えますと、間もなく、臨海線に降りる出口ですね。この出口越えられますと有料道路になりますのでご注意ください。堺阪南線と書いてあります。はい、こちらが、一般道に出る出口です。ここから阪神高速4号線始まります。ご注意ください。まもなく分岐を右方向です。なかなか車線変更させてくれへん。いけずだ、先週の人たちのいけずだ。はい、阪神高速4号湾岸線助松ジャンクションです。泉大津の助松ジャンクション、この先合流があります。左に行きますと泉佐野、関空、和歌山方面、右に取りますと大阪市内、神戸方面となります。阪神高速4号湾岸線助松ジャンクション、ほとんど出来上がってきましたね。この料金所出来上がりましたが、まだ工事続いておって開通はしてませんね。助松北行きの料金所みたいですね。助松北行きと書いてありました、料金所。これが開通するとおそらくこの先の高石の本線料金所が撤廃になるんじゃないかと思います。この高石出口越えて1キロぐらい行くとね、本線にでっかい料金所があるんですよ。あれがね、おそらく入り口のたんびにこまめに料金所を作ることによって本線の料金所を撤廃して、本線でいちいち止まらなくていいようにするっていう、そういう作戦ではないかと思います。
はい、阪神高速4号湾岸線北行き大阪市内神戸方面行き、制限速度80キロです。もうこの辺りからね、料金所近いからね、この辺りから60くらいまで落とされる方非常に多いんですが、迷惑なんでやめてください。標識で60キロに制限速度変わってからにしてくださいね。80キロのところは80キロでなるべく走ってください。渋滞がかなり発生します。まだこの時点、今の時点で制限速度80キロとなっております。仙北臨海緑地と書いてますね。コンビナートのあるあたりです。左方向高速道路出口です。はい、阪神高速4号湾岸線高石の出口、北行き大阪市内神戸方面行き、高石出口です。この先、1キロほどで、高石の本線料金所かな、ございます。はい、動画の方ね、この辺で打ち切らせていただきます。もしよかったら、いいねボタン、グッドマークと、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。長い動画いつもすみません。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。